早戸大滝は、丹沢大山国定公園内、神奈川県相模原市緑区、早戸川源流部の大滝沢にある落差約50メートルの滝である。日本の滝100選に選ばれていることから、名前はよく知られているが、一方で、幻の大滝と呼ばれるように、滝までの工程が大変なためこの滝を訪れる人は、稀である。早や川林道終点の少し手前の本間橋にある、 2004年9月30日まで丹沢観光センターがあった場所から早戸川沿いに歩き、上り1時間55分、下り1時間35分。校程は何度の登山道に分類されている。本間橋からしばらくは林道に沿って歩く。魚止め橋を過ぎて林道をさらに進むと、やがて電動と呼ばれている、やや広いスペースに出る。 以前はここまで車で行くことができた。ここから登山道に入る。途中、放棄されたゾーリンゴ屋を過ぎ、約30分程度登山道に沿って歩くと早戸川の河原に出て、ここからは登山道がなくなり河原の歩きの底をとなる。河原には丸田橋が架けられていることがあるが、台風等がある度に流されていることが多く、必ずしも設置されているとは限らない。 約20分で雷ダイラーと呼ばれる、開けた場所に出る。ここから西へ原小屋沢、南へ大滝沢に分岐するので、南の大滝沢へ進む。さらに30分程度沢を登っていくと、左手に早戸大滝への分岐が現れる。滝へは、沢の手前でやや急峻な斜面を登って、高根図体に進み、早戸大滝前にある小滝の落ち口を溶かする必要がある。滝前は、 狭いテラスになっている。かつては丹沢観光センターまで車で行けたが、早戸川国際マス釣り場にゲートができ、ゲートが閉じている場合がある。その場合、早戸川国際マス釣り場から丹沢観光センター、跡地まで徒歩で片道約1時間。なお、2017年11月1日現在、同年10月下旬の2度の大きな台風の影響により、 早や川が国際マス釣り場から500メートルほどのところから先に広範囲にわたり大量の落石があり除去作業中のため一時的に自動車が通行できなくなっている。ありがとうございます。